昼間の火災であれだけの規模で燃焼しているということが、まあ、私の経験からも今までないと思います。今回の事件で現場に到着した際の、その状況をまず出動した部隊、隊員全員がですね、一人でも多くの命を救うということで懸命に活動いたしましたけれども、結果的に34人の方がお亡くなりになったということは大変残念に感じております。昼間の火災であれだけの規模で燃焼しているということが、まあ、私の経験からも今までないと、まあ、今回いろいろ報道されている中でやはりやりきれないというのは正直ございます。それぞれ隊員が何とかならないというところですけれども、まあ、そこができなかったというのは私も含めて全て良かったです。